久保さん。まあ、情報発信、何でもいいですよって言っても、やらないんですけどね。結局は。まあほんとね、まずは、うん、まあお金を稼ぐために、えー、発信をする、うん。で、何を発信するんではなく、目的をまずは発信することにをなれるっていうね。まあ、なんだろうな。うん、まずその、基本動作になれるというか、 用具の使い方になれるとか、ルールになれるとかね。うーん。なんかそっから始めればいいんじゃないかなと思いますけどね。でもだから、もちろんそれはね、動画をアップロードすることが目的、えー、だとね、うーん、稼げないと思うんですけども、でも最初は動画をアップロードしていないわけですから、動画をアップロードする目的で何でもいいんで話してみる。YouTube っていうものになれる。 あこうやってアップロードするんだとかねあ。こうやってタイトルつけるんだとか、ここに説明欄があるんだとかね。だから目的を最初はね、うーん、なんか、お金を稼ぐという目的じゃなくて、あの、違う目的でやればいいんじゃないかなと思いますね。で、僕と久保さんなんかは、それがぐるぐる回って、結局この億万長者合宿は、億万長者合宿を販売するために、 この動画をね、リレーは始まったわけなんですけど、億万長者合宿が終わってからもう2年やり続けてると。もうもはや目的は変わってるということですね。で、久保さん面白いのが目的は変わってるけど売り上げは上がってるというね。なんか何なん,なんでしょうパラレルワールドですね。いってらっしゃい。